斉藤裕樹と桐谷未玲の客寄せパンダ感に疑問の声紛失のニュースエブリで言われる新 MC 通人の日テレ内評価格差。元プロ野球選手の斉藤裕樹氏35とタレント俳優の桐谷未霊34が3月25日より日本テレビ系の夕方のニュース番組ニュースエブリの新キャスターに就任することが発表された。 斉藤氏は月火曜、桐谷は水木木曜に出演することとなるが、両者の起用に対して疑問を呈する声が紛失している。長らく、ニュースエブリの MC を務めていた藤井隆彦アナウンサー52が3月をもって日本テレビを退職し、4月からはフリーアナウンサーとして同局の夜の報道番組、ニュースゼロの MC に就任する。代わって、 ニュースエブリの MC は鈴江七々アナ43と森圭介アナ45が担当することになる。この度新キャスターに就任する斎藤氏は2006年、夏の甲子園に早稲田実業のエースとして出場し全国制覇。ハンカチ王子として話題になった。その後、早稲田大学を経て2010年に日本ハムにドラフト1位で入団。 2021年10月に現役引退し、同年12月に会社、株式会社斉藤祐希を設立している。桐谷はファッション誌でモデルを務めたほか、俳優としてドラマや映画に出演。2012年から6年半にわたって、ニュースゼロ、現ニュースゼロのキャスターを務めた。斉藤氏と桐谷のキャスター就任には、 ニュース番組は曲穴で放送すべき。まさかの桐谷タニミレイゼロかよ。あ、ニュースエブリファ見ないわ。見ないことにするわ。こんなんで、権力に立ち向かうような気骨のあるジャーナリズムができるわけがない。と疑問を呈する厳しい声が SN、SNS、ネットには多数寄せられているのだ。